直行とは、列車種別の一種である。2015年現在、近畿日本鉄道の生駒工作船で運行している。また、かつては、日本国有鉄道や他社でも、公式の列車種別として使用された。なお、続称として、快速列車、急行列車の意味合いや、直行便、直通便の意味合いで使われるケースもあり、投稿目ではこれを含めて解説する。 ケーブルカーの生駒マ工作線では、降楽期の土曜、休日を中心に、臨時で直行が運行されることがある。宝山寺駅から生駒マ山上駅まで無停車だが、普通列車と所要時間に大差はない。日本国有鉄道半和電気鉄道を前身とする、半和線では元、民鉄線の名残で、準急電車、急行電車、特急電車といった。 速達電車が戦後復活していたが、全国区で電車仕様の優等列車運用が始まった1950年代後半になると名称に祖語をきたすこととなり、1958年10月の優等列車名称改正でこれらの名称が変更されることになった。多線区では急行電車を快速列車とすることで対応していたが、半和線では 特急電車を快速列車としたため他の種別を用意する必要が生じた。こうして生まれたのが、急行電車と、準急電車を統合した直行列車であった。停車駅は、当初、金岡駅、大鳥駅と泉府中駅以南の各駅だったが、後に、ラッシュ時のみ、大鳥駅以南を各駅に停車するようになった。1968年10月のダイヤ改正で、 区間快速に解消されている。南海電気鉄道南海高野線にも1964年から1968年まで、この種別が存在していた。これは、従来の準急を解消したもので、停車駅は、天下茶屋駅、住吉東駅と堺東駅以南の各駅であった。直行に解消以前の準急は、この停車駅から、モズヤワタ駅、 萩原天神駅を除いたものであった。1966年の新今宮駅開業で、直行は同駅に停車し、天下茶屋駅に停車しなくなった。1968年に準急に、再び解消され、住吉東駅を通過する、現行停車駅に変更されている。近畿日本鉄道、近畿日本鉄道名古屋線。 山田線でも1964年まで直行列車が存在していた。停車駅は近畿日本蟹江駅と近畿日本八戸富駅と宇治山田駅間の各駅であった。現在の準急と類似しているが宇治山田駅発着など長距離を走る列車も運行されていた。京阪電気鉄道京阪本線では特急が設定された1950年に 準急からの解消によって設定された。停車駅は、京橋駅、根屋川駅、氷園駅、平方市駅、丹波橋駅の各駅、藤森駅、伏見成駅、七条駅、四条駅で、翌年に、森口駅、高泉寺駅、平方公園駅が追加されている。1952年に準急に、再び解消されている。無世電鉄の世電鉄明県線では、 1967年の川西の瀬口からうぐいすの森間の伏線化を機に同駅間の途中駅を通過する列車として設定された。現在の妙見急行のルーツである。西日本鉄道6050系の直行列車天神用無他線で1987年3月25日から運行開始された。朝ラッシュ時の上り増発列車を 西鉄福岡駅から畜子車庫に取り込む際の下り階層列車を客扱いとしたものである。運行開始当初は、有等停車駅にかかわらず、福岡駅を出ると終着駅までノンストップという運行形態だったが、その後、役員駅の拠点性功場と畜子車庫への入庫統一を受けて、1995年3月25日からは、西鉄福岡駅西鉄二日。 市駅間を途中役員駅のみに停車する形での運行とされた。それを受けて、英語表記はノンストップからストレートに変更された。1995年の改正以降は運行区間内では特急と同じ停車駅であった。車両は5000系7.8連、2000系、8000系、6000系、6050系の7.8連が使用された。 2010年3月27日のダイヤ改正以降は運行されていない。その他に1950年代まで長距離を運行する機関車牽引の客車普通列車をこう、称したことがあった。これは正式な呼び名ではないが、電車、機動車を使用する近距離輸送目的の普通列車との分離のため、停車駅を減ずる快速運転を行う場合もあった。 ことから交渉された。ありがとうございます。